自分の声に悩んでいます。精神科医カバサーシオンのカバチャンネル、今日は質問いただきました。苦手なことは大きい声で話すことです。仕事の立場上、仕事のやり方や連絡事項を伝えることが多いのですが、もともと声が低くて小さいため大きい声で話すことが苦手です。意識して大きい声で物事を伝えようとすると威圧的になってしまうようです。ってことで MW さん男性から声の悩みをいただきましたけども、声の悩みっていうのは結構多いんですよ。例えば自分の声が嫌いですとか、ダミ声が嫌いですとか、ハスキーすぎて嫌ですとか、まあいろいろな自分の声が嫌いですっていう人はすごく多いですね。どのくらい多いのかっていうのは分からないですけど、多分3人に1人とか4人に1人ぐらい、かなり高い割合で自分の声に対するまあコンプレックスを持っている人っていうのが多いなっていうのが、まあ私がいろんな人にね聞いた印象として、そのぐらいのインパクトを持っているんですけども、つまり自分の声が好きな人っていうのは意外と少ないということですね。ほとんどの人は自分の声が嫌いだったり、自分の声に悩みを持っているという人の方が多いということですね。ですからまあ自分の声が嫌いであってもですね、あんまりそんなに深刻に悩む必要っていうのはないのかなっていうのは一つ思うんですけども、ただ自分の声をもっとですね綺麗な声にしたいとか、はっきり伝わる声にしたいということであればですね、それは簡単なんですけども、ボイストレーニングを受けたらいいと思いますね。専門家のボイストレーニングを受けると声の質っていうのは変わりますし、少なくともはっきり話せたりですね、相手の聞きやすいように話すことっていうのは結構簡単なボイストレーニングで可能になりますので、自分の声に自信がなくて、それこそそんなことで悩んだりですねくよくよしてるのであればですね、そういうボイストレーニングをきちんと受けてみたらどうかなというふうに思います。実際ですね、私も樺沢さん結構いい声してますねとかですね、動画で見るとはっきりした声をしてますねとか言われるんですけど、私もボイストレーニングを受けておりますので、やっぱりそういう話し方のトレーニングをきちんとしているので、昔と比べるとですね話し方が少し良くなっているのかなというふうに思うんですね。まあ、ただボイストレーニングを受けるということになると、やっぱりちょっとお金もかかりますし、何回か通うとですね多分何万円とかかかると思うので、最近読んだ本でですね、秋竹智子さんの話し方に自信が持てる1分間声トレという本がございました。秋竹さん、私は友人なんですけど、最近テレビにも結構出てて、芸能人のすごい歌が下手な人のボイストレーニングをしてすごい上手にしたりとかですね、お願いランキングとかさんまの本間デカ TV とかにも出られてる方ですけど、まあ、その方もともとボイストレーニングの先生をされているので、そのコツがですね何十個も書かれております。この1分間声トレという本にはですね、本当に1分間でできるような簡単なボイストレーニングが何十個も載っていますので、自分の声に合わせてですねはっきりした滑舌にしたい場合はこういうのを何回も言うといいよとかですね、そういうのが具体的に書かれておりますので、専門的なボイストレーニングを受けるのはどうかな、あるいは金銭的な問題で受けたいけど高いしなという人は、まずこういう本ですから1500円プラス税金で買いますので、そういうまず自分でできるボイストレーニングっていうのをやってみたらいいなというふうに思います。まあ、声っていうのは本当にですねきちんと正しい発声法っていうのがありますから、そういうのができるようになると完全に変わりますので、顔のコンプレックスとかだとそれこそ整形しないと変わらないかもしれませんけど、声っていうのは完全に変えることができますから、悩んでいるんであればね、何らかのそういうトレーニングを自分でやったり人から受けたりして変えてしまった方がですね、克服してしまった方がいいんじゃないかなというふうに思います。精神科医樺沢詩音のカバチャンネル、次回見逃さないためにも赤いボタン、チャンネル登録のクリックをお願いします。